地域によって現在ビッグマックセットが18ドル近くに値上がりしていて、利用客からは非難の声が上がっています。 Hello everyone, this is Hayama の簡単カタカナ英会話。 This time I'd like to show you McDonald's in the world。 今回はマクドナルドについてやってみたいと思います。皆さん、マクドナルドと発音してないでしょうか？これでは通じないんですね。英語圏内ではマックで切ります。マックダーナルド、ドナルドじゃなくてダーナルドって言います。で、続けて言うとマクダーナルズ、マクマとダを大きく言うんですね。マクダーナルズって言うと通じます。全然マクドナルドと発音違いますのでお気をつけください。で、アメリカって本当にハンバーガーをたくさん食べますよね。ハンバーガーの国と言ってもいいくらいですよね。あとホットドッグとかありますけれども、ファーストフードが大好きな人が多いですね。で、皆さんご存知ないかもしれないんですけど、これ発音しにくいんですけど、マクチーペストっていうマップがあるんですね。アメリカのそれぞれの地域において、ビッグマックの値段が違うんです。ちょっと離れたところに行くと高くなり、ちょっと離れたところに行くと安くなるという傾向があるんですね。これ面白いですね。統一されてないんですね。それでこのマクチーピストっていうこのマップで調べると、自分の住んでいる近くのどのお店に行ったら一番安いマックセットとかが買えるかっていうのをチェックするわけですね。で、もう一つ、これ前から言われてるんですけれども、世界の物価を知るためにビッグマックの値段でその国の、物価上昇とか物価を知るという、そういう指数も計算されてるんですね。ビッグマックで世界の経済が分かるという感じですね。で、まあこれを見ていただければ分かるんですけれども、やっぱり前から聞いてたんですけど、スイスがすごいんですね。スイスってすごい物価が高いって聞きます。外食なんかできないわっていうのもよく聞いてます。あとノルウェーとか、意外にウルグアイとか、あとユーロ圏ですね。で、日本って割と下の方、安い方なんですね。この指数ですねを見る限りにおいては、日本はそんな高くないという方に、位置づけられています。この2つが日本にはあんまり知られてないかなというか、日本人が気にしない部分かなとも思います。今インバウンドで海外の方が多く日本を訪れていますが、そこで、皆さんもマックに行くんですね。で、そこでびっくりされるのが、というか羨ましいと思われるのが、サムライマックがあるということと、これあとテリヤキバーガー、これは日本独特のものですよね、テリヤキ。あとエビのバーガーがあるというのも日本独特らしいんですね。だから海外の方はこれらを楽しんで、買われるそうなんですけれども、やはりその国々によってメニューも違ってくるので、アメリカの方だとピザがあったりとか、あとポルトガル、あっちの方だとスープがあったりとかで、このメニュー展開もやはりそれぞれの各国企画を練ったりいろいろ考えているように思います。マクドナルドに中心を置いてるんですけれども、アメリカのファーストフード、人気のあるファーストフード、こうやってみると、もちろんマクドナルドもそうですし、あとサブウェイ、サンドイッチのお店、日本で名前が知られていないサンドイッチのお店もあるんです。あと大谷選手、今頑張ってますよね、がお好きなイン&アウト、これ発音がスペルと発音ちょっとどうやって発音するのかしらなんだと思いますけど、インとアンドとアウト、イン&アウト、インアンアウトって言うんですけど、ここは本当人気があって、アメリカでもマクドナルドに続いてでしょうか、なんか とても人気のあるお店です。大谷選手の影響か、もしかしたら将来近いうちに日本でもこのチェーン
店が展開されるかもしれないというお話です。アメリカ人の方体型がいいですよね。どうしてああいう体型になるのかっていうのもこれでわかるかな。アイスクリームの店もすごいんです。もう半端ないというか日本と全く違うボリュームなんですね。どんなお店があるのかというのをご紹介したいと思います。それでは Please watch and enjoy。 アメリカで外食をすると食べ物の量がすごく多いんですね。特に女性にとっては多いですよね。で、残ったものを持ち帰るときに昔はドギーバッグという言い方していたんですが、まあ、ドギーって犬のことなんですね。犬にあげるからそのための箱をください、 Can I have a doggy bag? とかって言っていたんですけど、今この言い方しないらしいんですね。ただのボックス、Can I have a box? で通用するようです。ここでちょっとブレイク。ハンバーガーが好きなのは人間だけじゃないらしいです。Thank you.
got the idea for Super Size Me when a news story came on about the two girls that were suing McDonald's. And at the time, because there wasn't a war in Iraq yet, it was over a year since September 11th, the big demon in America was obesity. It was the obesity epidemic. Everywhere you looked, you know, obesity was the big war we were fighting. And it was in every newspaper, in every magazine, every news station, and everywhere you turned, it was about those two girls that were suing McDonald's. And so I'm sitting on a couch when the news story came on about those two girls, and a spokesperson from McDonald's came on and said, listen, you can't link our food to these girls being sick. You can't link our food to these girls being obese. Our food is healthy, it's nutritious, it's good for you. And so here I am on the couch in a tryptophan haze, you know, staring at the TV, and I'm like, well, if it's that good for me, realistically, shouldn't I be able to eat it for 30 days straight with no side effects? Shouldn't I be able to live the all-American dream of overeating and under-exercising and be fine? And then the light went on, and I turned to my vegan girlfriend on the couch, and I told her, I said, I got a great idea for a movie. And so that was kind of the whole process that got us into making the film. いかがだったでしょうか。お腹が空いてきましたか。ハンバーガーが食べたくなったでしょうか。今回はマクドナルドを中心にと言っていたんですが、どうもファーストフードが中心になったようです。それではまた。I see you later. Bye.